久保さん、気になる男第136話、6話ですね。始めていきたいと思います。前回はこの私がゼロになったらこうやって億を作れますっていうズーム対談やりますよっていうね、動画作っていただいたんですけど、最近このやっぱり億っていう数字が特に気になるようになったんですよね。まあ、気になる男シリーズですから、まあ、気になることを話していくっていうのも一つのテーマとしてよかろうということで、今回億っていうことについてこう引っ張り出してこようかなと思うんですけど、億を稼ぐですね。今回タイトルで40代で億り人になると、YouTube というねタイトル付けさせていただいたんですけど、まあ、一部の人にしかできないことを人生でやっていく、まあ、皆さんそのサラリーマンであれば確かに40年とかで1億円とか2億円とか生涯で稼いでいくと思うんですけど、そこの40年かけて1億円稼いでいるんだみたいな、別に目標に向かって進んでるわけじゃないと思うんですよ。だからこそその1億円っていう数字を目標にしてやっていく、まあ、これっていうことに対して大いなるロマンを感じますし、さらにその到達すべき道があるならそこに向かっていくっていうところになんかこう思い立ったんですよね。だからせっかくその仕事をしてるなら、いやこれは1億円に向かってやってるんだみたいなね、そういう意識づけをすると全然変わるんじゃないかなと思って、チャンネルのねトップページをもう変えました。送り人になると、なんかこうやっぱ目標を決めた方がいいなと思ってて、でずっとやっぱりそのお金を稼ぐことに対して漠然と、まあ、何も考えてなかったなと思っていて、まあ、そこにね一つのゴールというか目標というか目指すいただきというかですね、まあ、そういうのを一つ添えることによって全然変わるんじゃないかと、まあ、皆さんその1億円を稼げないのに人生を棒に振っているみたいなね表現していただいたんですけど、久保さんの方から、まあこういうね人生1億円っていうことだけにフォーカスしてお話しすると、そうかもしれないと。でも一生懸命やってるわけじゃないですか、お金稼ぐために。ほとんどの人生の大半はお金を稼ぐことに費やしてると思うんですね。だからこそ逆に言うと、その1億円稼ぐために人生を棒に振っていいというかね、なんかその破滅的にやるっていうんじゃなくて、考え方の話をこれはしてるんですけど、まあ、今ねこうやっていろんなこと、まあ、言ったらお金を稼ぐ、ネットでお金を稼ぐっていうことがその1億円を稼ぐことなんだと、今やろうとしてることは1億円稼いでることなんだよと、だから言い換えると作業は大変って言うかもしれないけど、いやいや違うんだと、1億円稼ぐんならこれぐらいやって当然なんだと、このぐらいの作業量は当たり前なんだと、そうやってこう自分に言い聞かせるというか、他人から見ての判断ではなくて1億円稼ぐ人間であるならばこれぐらいの作業はやってこなして当然かなと、なぜなら1億円を稼ぐ行動をしてるんだからみたいな、その1億円ってことにすごく意識を置いていく、1億円稼ぐのにね、稼ぐんだから今この瞬間も手を抜いたらいけないんだと、全ての道が奥という数字に向かっていくならば、だからこそ1億円稼ぐためにやらなければならないんだと、このやらなければならないっていうところが人それぞれじゃないか、自分の中の限界値だったり
作業であったり、あと妥協ポイントだったり、そういうのを決めてやっていく。すべての行動原理が1億円の稼ぐことにつながっているんだと、つなげていくんだですね。どちらかというと、つなげていくんだっていう意識を持っていると、おお、全然違うんじゃないかなと。そして、リレー動画で多くのことを学び、本当にリレー動画ってすごいと思うんですよね。言い換えたら、まあ、個別コンサルみたいなもんなんじゃないかと。まあ、個別コンサルもそもそも動画で多くやり取りすると思うんですけど、まあ、対面でやったり、質問して答え返ってくるみたいな、まあ、こんな感じで、本当に常にこう思考がアップデートされていく状態になっていると思うんですよね。これがその同じレベルだったりしたらあんまり意味ないかもしれないんですけど、難しいことをせずに、これ最後のスライドなんですけど、難しいことをせずに確実に資産を積み重ねていく、本当にこれをやっていくことが1億円に向かうのかなと。逆にその目標を意識してなければ、確実に資産を積み重ねていく、どこまでやるんだっていうね、いうとこに挫折したり、まあいいやってなっちゃうんですけど、いや違うんだと、これは1億円稼ぐためにやっているんだということで、やっぱりそういう意識を持てるといいんじゃないかなと思って、まあ、先日からね、ブログも始めて、まあ、顔出しなしでも YouTube でお金を稼ぐっていうことで、まあ、日々のね、作業をの記録を残していくということで、まあ、これちょっとだけ抜粋したんですけど、こうやって自分のスケジュールもしっかり見せながらやっていく、これ大事かなと。結局こういう作業っていうのは Excel でいつも自分まとめてるんで、だから別にそれをブログに表現するだけなのかなと思って、そして体調を管理してスケジュールを工夫してやっていくと、まあ当たり前のことですよね。でも当たり前のことを、1億円に向かうために当たり前のことをただ当たり前にやっていく、この結果が1億円というところに到達するのではないかと。だからこれも家族にも言えると思うんですよね。もう1億円稼ぐためにやっていますと。だからちょっと働き方が他のお父さんとは違うんだよと。ごめんねと。ちょっと家にいてね、特殊なんだけど、でもこれはね、1億円を稼ぐためにやっているんだよと、人と違うんだよっていうことをね、言っていく。やっぱこれが一つあると、すごくいいんじゃないかなと。あと最後、すみません、最後のスライドって言ったりって全然最後じゃなかったんですけど、この1億円を稼いだ景色をまず実際で自分で確かめてみる。まあ、これ重要かなと思って、自分がそのネットビジネスを、この世界に、インターネットでお金を稼ぐっていう世界に入って、まず考えたのは100万を稼げるだろうと。100万をね。まあ、結局その100万稼ぐために何年かちょっと時間かかったんですけど、でもまあ、イメージ通り到達はできたんですよね。だからその目指すべき頂に向かって努力する時間こそが尊くて、あ、これがおそらく1億円到達できるかもしれないと思えたなら、じゃああとは時間をかけてやっていく。それが1年なのか、2年なのか、3年なのか、5年なのか、あ、10年なのかちょっと分かんないですけど、それはスピードによりますんで、稼ぐスピードに。ただ目標として、まあ、40代で億っていう世界を見ようということだけ意識を置いとけば、まあ、それがあとどんどん早まるんじゃないかと。3年と計画したら、いやもう全然足りないなと、1日のスケジュールはこれじゃ全然ダメだみたいな、まあ、そうなっていって、まあ、追い込みつつ追い込まれないようにみたいな、自分がプレッシャーあまりかからない程度にやっていく。
ただ目指すべき頂きは1億円なんだよっていうところを置いておくと、非常になんか自分の行動原理がすんなりするなと思ったんですよね。はい。そして絶対に到達できないところかっていうと、別にそういうわけじゃないっていう感覚もなんか芽生えてしまったので、じゃあ具体的にね、何をやるかっていうと、本当目の前のことだけをやっていくんですけど、それが通じていく、そしてそれが意味となっていくみたいないう感じで、ちょっと今回思ったことをね、わーっと言っちゃったんですけど、ただやっぱりこの意識の持ち方って大事かなと思って、結局いくら稼ぎたいんですかっていうところが決まってないと何もできないかと思うんで、それが達成できるできない置いといて、しっかりと目標を持って日々やっていく、これが大事なんじゃないかなと思いました。はい、ということで、気になる男第138話ですね。8話ですよね。あ、ごめんなさい、8話じゃない。なんで8話なんだ。136話ですね。136話って、で、続きが久保さんですね。続きは久保さんなので、はい。よろしくお願いします。ということで、なんか、本当に最近、この億という数字が、気になりだして、うん、でより考えていくと、絶対に到達できないかっていうとそうじゃないと思うんですよね。だからこそなんかやっていきたいというか、もちろんそれをやるために全てを捨てるっていうこともしなくてもいいのかなと。もう1億円稼ぐんでね、今までの全ての行動は全部捨てるみたいな、没頭するみたいな、そうしなくてもいいんじゃないかなと思って、もちろんねやることはやるんですけど、そこまでなんかこう全てを捨ててみたいに、そんなことやらなくていいんじゃないかなと思ったりもするんですけどね。はい、ということでこんなとこで終わります。久保さん、次回もよろしくお願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。